情報本部は防衛省の特別の機関の一つである。戦後設立された防衛庁においては、外国の軍事情報を防衛局調査第1.2課、統合幕僚会議事務局、第2幕僚室、陸上、海上、航空の各幕僚幹部調査部及び各自衛隊の専門部隊等で収集、分析を行っていたため、超全体としての情報の収集、 分析が非効率的であるという構造的欠陥を抱えていた。この問題を解決すべく、統合幕僚会議第17代議長の石井正夫を長としたプロジェクトが発足し、アメリカ国防情報局を参考に1995年に策定された防衛計画大綱に基づいて、1997年1月20日に設置された。なお、 防衛庁内のすべての情報組織が統合されたわけではなく、既存の組織は、それぞれ一部改変、縮小されたものの、引き続き存続した。平成24年度現在、約2400名の要員を抱え、海外の軍事情報をはじめとする、各種情報を扱う日本最大の情報機関である。過表は、平成17年度からの情報本部職員数の、 ついであるが、陸海空自衛隊の自衛官の定数が削減される。一方で、情報本部要員はほぼ毎年増員されている。ことから、情報分野の強化に努めていることが伺える。独自に収集する、情報防衛省の情報本部以外の部署から、もたらされた、情報外務省、警察庁、公安庁、社長をはじめとする他の省庁からもたらされる。 情報有効国からもたらされる、情報一般の交換物等からの情報以下の遠隔以前にも防衛省には情報組織があり、例えば情報本部の前身組織の一つである、陸上幕僚幹部長サブ第二課別室は、市員等を行う非公然組織であり、実質的に内閣情報調査室の下部機関で、歴代トップは警察官僚が占めていたとされている。緊急。 同体部を廃止し、統合情報部を新設。同日、各幕僚幹部の調査部は廃止され新たに、陸上幕僚幹部と航空幕僚幹部には運用支援、情報部情報課が、海上幕僚幹部には指揮通信情報部情報課が、新設された。通信所情報本部長には、陸上、海省または、空省の自衛官が任命される。また、 本部長は2009年6月3日に交付された防衛省設置法の一部を改正する法律に基づき新設された防衛会議の構成員となる。本部長は自衛官を退官後内閣衛生情報センター所長に就任するケースが多い。副本部長には防衛省大臣、官房審議官審議官、官名は防衛省機関を本部とする者がその職を憲法する。 形で任命される。さらに、その下に、情報専門スタッフとして4名の情報官が置かれる。内訳は、事務官が1名と自衛官が3名であり、事務官は、各国の安全保障、国防政策に関する情報を統括し、自衛官は、各々の担当地域の軍事情勢の統括を行う。また、情報官とは別に、情報評価官と情報保全官が、 それぞれ一名ずつ配置されている。情報評価官は情報本部が実施する情報の収集整理について、その効果的な実施を図る観点から行う評価に関する事務を司る。情報保全官は防衛省における情報保全の確保を図る検知から情報本部の所掌事務に関する重要事項に係るものを総括整理する役割を担う。 内部組織の詳細については公表されていないため、下記の組織図は現在までに公文書等で確認できるもののみを記述している。東千歳、三保、機械等では高性能無線電波防止用の施設を、また、東千歳、多い、立ち洗いではいくつかのレーダードーム施設を運用している。情報本部の要因のうち7割に当たる人数が、 電波部及び各通信所の要因である。前身は、陸上幕僚幹部調査部調査第2カ別室の各通信所である。小船渡る通信所長は2差、その他の通信所長は1差が当てられる。ありがとうございます。